はい、どうもグッピーです。どうもタワヒです。おはようございます。キバンチ TV 始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はですね、なんと現在時刻3時でございます。はい、はい、今日は、福島県にね向かおうと思います。イエーイ。よっしゃー。1泊2日はね、久しぶりの釣り旅行開始でございますので、皆さんご期待ください。はい、じゃんじゃん釣っていこうと思ってますんでね。うん、はい、じゃあ行きましょう。行くぜ、ね、よっしゃ、ファミリーマート勝てるな今私たちは福島に向けて移動中でございます。みんな全然楽しくなさそうあれですね、モンスターとかレッドブルーを飲んでおります。長旅だからね。タヒ君あれだろ、乾杯、乾杯しようよ。乾杯、いいよ。はい、俺一人乾杯そりゃそうなるだろ。メガネ君、今日の抱負をいいね、お願いします。僕ね、はい、今日魚じゃなくて、うん、タコと伊勢エビ釣ります。魚介類ですからね。そう、はい、タコ好きだね。タコ食いてタコがいい。タコも釣れるらしいですから釣ろう。はい、はい、というわけでですね、福島に到着しました。で、今回はですね、なんと、福島県の小名浜港の第7埠頭に来ております。はい、こちらですね、なんと今日は普通の堤防釣りじゃなくてね、うん、沖堤防に私船で、初ですね乗りまして、沖堤防の方に行って、大物をですね皆さんで狙っていきたいと思います。楽しみだね。ワクワク、何が釣れるか本当に期待してください。はい、だいぶ明るくなってきましたね皆さん。明るいね。はい、今船待ちでございますね。はい、なにこれ、はい、優勝、優勝しました。何丸、競泳丸、ここで登録して、はい、船乗ることができるんで、はい、これ切符代わりですね。そうですね。はい、タヒ君、はい、私たちね、俺とターヒはやっぱりね、うん、一番心配なのが船酔いでございますね。いやどうしようね、俺らめちゃめちゃ船弱いからね、乗り物酔いがね厳しいですから。はい、グッピーさん。はい、船乗ってますね。いや俺小学生ぶりの船でございます今のとこね、全く揺れを感じず、ね、快適ですね。結構気持ちいいよね。うんうんうん、風も気持ちいい。片道もだって10分ぐらいだから、うん、この調子だったら全然酔わずに到着できると思う。まあ余裕だね。はい、大人だからね。いや楽しいね。楽しいね。いや久しぶりの非日常、日常でございますそうだね。はい、じゃあ楽しみましょう。はい、はい、タイさん、はい、どうすか船の調子は。大丈夫です、まだ大丈夫ですメガネさんもね。僕は全然大丈夫なんで、うん、俺ら若いからね、みんなに比べてね。はい、というわけで沖堤防到着しました。うわ、元気だね。全然寄ってないじゃん船酔い。全然言わなかったね。大丈夫した、大丈夫したはい、というわけでね、うん、大西堤防ですね、はい、数あるポイントの中の大西堤防というところ、沖堤防に来ました。で、ここでですね、まあクロダイと、まあ、とりあえずカレイが釣れるってことなんで、まあ、それをメイン狙っていきつつ、他の魚種もですね釣れればなおよしという。なるほどね。ありがとうございますね。じゃあ皆さん頑張ってね。やったー、やるぞじゃあお願いします。イエイエイエイ。じゃグッピさん、はい、まずはね、まずは場所をね。そうです、初心者は、うん、わーっつってね、やっぱりここですぐ垂らしちゃうっていうやりがちだよね。私たち若い頃はやりましたね、うん、そうだねで、まあ、私たちも成長しましたんで、うん、まずは釣り場のチェック初めて来たところですからね。テトラの方やっちゃダメなんだっけ。いや、わかんないけど、うん、まああっちだ。でも伊勢エビとかは結構釣れるらしいですよね。ああ、でもこの間ねターヒが落ちたからさ。いやそうですね、恐怖心がね、怖いっていうのがね、トラウマがちょっと、うんうん、できればこっちの方でね。そうですね、堤防の方で、はい、釣りたいですね。いいとこあるかな。
ランニングマンがいる。早朝によく見る人だ。そう。すごい。こんな起き堤防まで来て早朝ランニングしてる。タイさん、ついに場所に到着しましたね。いやあれ見てくださいよ。でも最高。まあ、ただいまの時刻大体6時半ぐらいかな、ね、日の出も昇ってきてね、うん、いや見てください、あの何あのテトラ、うん、あのテトラ、なんかあんずかテトラに嫌な思い出、いやありますね。あのタイスこれライフジャケットね、ちょっと買ったんだね、これ。そうそう、この間落ちたからね。全装備で、全装備、それが普通なんだよ。メガネさん、はい、この何テトラとこの、うん、何海の境目って釣れるもんなの？なんか釣れるみたいなことを聞いたことがあるようなないような、結構魚が集まるみたいなことを俺は聞いた気がするんですよね、確か。うん、じゃあ結構いいポイントなんだ、ここちょうどね、来た時に人全然いなかったんで。いないね。ワンチャン嘘の知識かもしれない。なるほどね。おい、ふざけんな、今からやってくっつうのに。なんか YouTube で見た気がする。メガさん、できた。できたね。針が3つついてるんですよ、先っちょに。あ、ほんとだ。結構おすすめでコップで貼り出したって感じ。ちょっと使ってみようと思って。なるほどね、また新しいチャレンジっすね、うん、ちょっとこれで一回やってみて、うん、ダメだったら磯目に変えます。そうだね。うわ、結構波が、え、なになに、え、なになに、え、外れちゃってた。あ、しかも寝かかった。いや、ふざけんなよ、もう。タヒ釣れた、早速。でけえ。でけえ。なんでフグなんだ。タヒ、ふざけんな。いや、さすがフグ神様。ちょっと持ってくださいよ、でけえ。ちょっとタヒ持って、でっか。いや、マジででかいよね。すごいね。いや、すごい。フグかよ。いや、福島遠征の1泊2日の旅、1匹目は大使さんのフグです。おめでとうございます。坊主回避、坊主回避。はい、というわけで私も準備できました。はい。で、まず投げ釣りでカレー&アイナメあたりを狙っていこうと思います、うん、そして、ルアーでね、うん、他の魚種ヒラメとかも釣れるらしいんで、こちらの飛びすぎダニエルちゃんでね、ヒラメ、あとチヌもね、ルアーで釣れるらしいんで、あ、なるほどね、チヌを釣っていきたいと思います。まだね、うん、みんな黒鯛、あ、俺小さいの釣ったけど、うん、でかいのは釣ったことないんで、うん、でかいチヌを、いや、俺が釣るぜ。見たいわ、せっかく福島来たから。って、ね、持ってかれるぐらいの。こ、濃いじゃないからね。今回は。答えだね、はい。じゃあ早速お願いします。はい、行きます。よいしょー。2匹目でござんす。すげえ。に、す、なに、なんで魚それ、うん、フグ。2番。はい、メガネさん、できた。先ほどは散々だったけど、今回は新しいのかな。違います。お、いつものです。いつもの、まさか。サビキと目魚用のやつ。タワシさんはフグ2匹釣ってるからね。はい、あ、まさかその投げ方は。出た。もう自分のものにしてんね、完全に。メガネちゃん、来た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 。メガネさん、ドンコ大好きだな。おめでとう。やった、すげー、やった。坊主回避、坊主回避。あれ、ちら苦しい。はい、というわけでね、メガネくんがね、食える魚、ドンコを釣り上げましたんで、はい、今日はね、うん、私がニューアイテム買ってきました、はい、こちらです。じゃん、クーラーボックス。わー、こちらにね、やっぱり大物を釣りたいという欲望が現れまして、うん、うわー、あー、なんかお茶入ってる。なるほど、飲み物を入れるやつなんだ。違いますよ。、はい、あー、なんかね、直接なんか魚を入れちゃうと氷焼けしちゃうみたいな、うん、おー、ダメなんだ。じゃ1枚ビニールを入れて、そうだね、海水とか入れるといいらしいですけど、あ、そうだ、なんか食塩水入れるんです、めんどくさいんで、とりあえずここにニールに入れて、このまま入れとくんやね、はい、はい、入れときます、はい、まだまだ釣るからね、今日はね。じゃあ、まだ全然時間あるからね。そうだね、くじけてらんないよ。結構いい感じのペースじゃないですか、釣れてて。まだ1時間半ぐらいかな、ね、うん、しゃ、いやー、グッピーさん、お願いしますよ。メガネさん、
ナマコ。ナマコちゃんね。モスラやんこれ。モスラじゃないあれ。わかる？ゴジラのさ、あの芋虫じゃん。なにこれ。キモーマジで。でっか。食感がうわすごい。カチカチ山だよこれ。メガネは本当に魚以外を釣るのがうまいね。うん。チュパチュパ、それダメ。はい、メガネさん。いや、素晴らしい2匹目。いや、まただね。いいサイズ。釣れんね。オキアミがいいっす。本当ですか？オキアミがいいっす。いいね、素晴らしい。イバンチメンバーも揉める時はあります。このようにグッピーさんから借りたものを、新品なんですけどね。新品のものをこうやって仲間との絆はだんだん、はい、深まっていきますね。深まんねえだろ。憎しみがね。溝が深まっていきます。すごいでかい。タイさん。またしても。でけえ銀ポ。すげえ銀ポだ。うわ本当だ。すげえでかい。今まで一番でかいんじゃない？一番でかい。こんなんすもん。うん本当に。これ半分ぐらいのサイズだもんいつも。え、すごい。だからすげえ。最初のフグといいビッグサイズが多いね。はい。だぜ。やったー、フグ童貞卒業。フグ童貞卒業、おめでとうございます。フグ童貞卒業じゃフグ釣れてないみたいな。おめでとうございます。ありがとうございます。タイ、逆にタイ、タイ刺さってる。タイ、何これ。わかんない、それ毒あっ、え、毒ある。ないないない、怖い。タイがさ、ウニ釣ってこいつナマコ釣ってさ、そうだね、いいな、ほんと。残ってるといえば、仕掛けが大変だ。あ、人手だ。あ、人手ね。アワビ。それ釣れたら面白いけどね。いや、すごいね。そんな引っかかることあるのこれ、ウニ。あ、動いてる、すげえ。食いたいけど、多分返さないといけないや。ウニはダメだね。これメガネが釣りたかったね。釣りたかった。うん、魚以外わけでね。タイさん、おめでとうございます。タイさん、タイさん、これもしかして3匹目のフグっすね。お、残ってる残ってる。来た来たよ。おー、グッピーさん